カメラマンの村誠一です、いかがお過ごしでしょうか。今回ですね、緊急事態宣言がまた出てしまいまして、軽井沢で撮ったね、石の教会ですかね、心のね、安らぎみたいのがこうちょっと生まれてくれればいいなっていう気持ちで今回あの画像を撮りましたので、その動画をまずご覧になってください。
これはですね、キャノンの Mark III とですね、R5 で撮ったんですね。この R5 っていうのをね、まあ実際こう使ってみて思うことっていうのは、まあ本当によくできたカメラだなと、自分はね、あんまりそのガジェット系っていうかね、カメラに対してその詳しくどうのこうのっていうタイプじゃないんですけど、まあ、R5 を 2、3 日前も撮影したんですけど、まあ、それでも人物なんか使うとやはりいいですよね。でやっぱり使いやすいし、こう機動性がいいっていうかね、まあ、自分はねこのバッテリーグリップをつけてね、まあ、撮影してるので Mark III と何ら違和感がなくね、こう撮影ができるこの、まあ、バランスっていうんですかね、まあ、自分がこう考えてるレンズのことを言うとですね、まあ、自分はそうですね、もうここをずっと、まあ、人物をメインにまあ撮影してきてるんですけど、まあ、グラビア全盛ですね、グラビア全盛時代で水着グラビアを、まあ、サイパンとかガムとかハワイとかで撮影してる時、一番多かったレンズはじゃあ何だったんだろうって考えた時に、まあ、一番多かったのは400mm の、日発のレンズで使うことが一番多かったですね。やっぱそれは迫力っていうのと、まあ、タンダマのこうインパクト、まあ、その 400mm のこの圧縮感っていうか、そういうのが水着の撮影の時にはすごい適したんですね。結局その水着の撮影してる時に必要なものっていうのは、後ろの海をグッと引き寄せて、その海のこう色の濃さとか、夕日になった時に色がこう迫ってくるとか、あとはその肌のこう質感とかボリュームですね、そういうのを出すために一番 400mm が当時は使ってましたね。まあ一番使ったのは400ですね。でその後ですね、まあ自分はその当時っていうのはズームレンズっていうのはもう全く興味なくて、やっぱズームレンズのその解像度の悪さっていうかね、良くなかったので、まあその実際そのズームレンズっていうのは自分の中ではあまりこうなんていうのかな、撮影するっていう中にレンズをこう導入しようとかっていうのがなかったんですね。ところが、まあ、だんだんね、Lレンズが出始めてきて、でズームレンズの良さが出てきて、まあ、自分もね2470とか使うようになってね、まあすごくこう、まあ、便利っていうかね、良さにすごくこう気がついたっていうかね、まあ、それで使い始めたんですけど、それからもう20年もう30年近いのかな、まあ、そのくらいこうなっていろいろ撮ってきたわけですけど、まあ前回、まあね、去年の動画にも書いたんですけど、自分はタンダマにするっていうことでね、はっとこう気がついたこともあるんですけど、まあそれっていうのは何かって言ったら、結局ね、レンズの開放っていうかね、その F 値が明るいレンズの後ろの開放的なボケっていうのかな、これがすごくこう重要視していた自分ではあったわけですよね。ところがそれが、まあ、ズームレンズがね、こう便利になって日発でこう撮るようになったわけだけど、まあ、撮影してるあの精度っていうのもね、大体、まあ、開放値から1段絞ったり2段絞ったりがすごくいいっていうことで、結果的にね、まあ、ズームレンズの、まあ、開放値の 2.8 っていうその、まあ、レンズの性能の良さによってこう、撮影をどんどんしてきたわけだけど、やはりね、まあタンダマのことをもう一回振り返ってみようっていう友人と話してて、まあそういえば最近忘れていたよなって、でタンダマってそれだけすごいんだよなって考えた時にね、じゃあ人物の撮影で自分がここ2、30年の中で一番こう使用してるレンズは何だったんだろうって考えた時に、やっぱり2470、やっぱこのズームが一番こう使用頻度が高いわけですよね。でそうやって考えた時に、じゃあ2470ってレンズをつけてその設定で撮影をするとすると、じゃあ70側で撮影することが多いのか、 24mm 側で撮影することが多いのかって考えた時に、やはりね、一番使うところってやっぱりこの 50mm の範囲だってことよくわかるんですね。で最近 この 50mm のこのね RF の 1.2 が出てきて、でこれ、まあ、実際こう使った時に、この開放値っていうのかな、この 1.2 の開放値は EF の 1.2 よりもはるかにこう精度が高い
まあ開放地ですよ、あくまでも 1.2 の、まあ、精度っていうのかな、 EF の L レンズの 1.2 よりも、もうはるかにこちらの方がまあ開放側の解像力が高いっていうのはもう自分でももうはっきり分かってるので、まあ、そこでいろいろこう使ってきたところ、ね、2、3日前の時もじゃあ 35mm と、ね、50mm でこう撮影をこうしてたわけだけど、でもそこでやっぱり一番こうあっと思うこう何だろう画角っていうと、やはり 50mm を一番自分は使っていたんだなっていうことがすごくこう分かるわけですよね。自分でもこう自然に構えてて、あなんかちょっと違和感あるなって言った時に、やっぱり 50mm 構えると 50mm でこうちょっと前後するときに、やっぱり 50mm の良さで一番気持ちよくこうなんていうのポートレートのこう良さが出るっていうのかな。で今回は特にこの 1.2 っていう開放のまあ解像度が高いために、 1.2 でこのより引きするときのこう背景のこうボケ方とか微妙なこうボケ方っていうのがもう気持ちよくこうなんていうのかな表現できるっていうのかな、まあそれは自分でまあ最近こうやっぱりまじまじとこう感じたっていうかね。でそうやって考えた時に、じゃあ EF の Mark3 はどうなんだって言った時に、まあ去年の、自分の動画でも見てもらうように、 24mm でも 35mm でもやっぱり 1.2、1.4 の開放で撮った時の背景のボケっていうのはやはり見事なもんなんですよね。で自分はその今年になってからキヤノンのねプロサービス会にちょっと行ってお話をしてきたんですけど、まあその時にこう話した時に RF のね、35の 1.2 とか RF の、24の 1.2 かね、そのくらいのレンズが出てくればすごくいいですよねっていうのは自分がまあね話をしたんだけど、まあそのうち出るでしょうねみたいな話だったんだけど、まあねプロサービスの人は技術的なことっていうのかな、まあ自分はねもしそういうふうになってきたとしたら、その時にねこう 35mm とか 24mm でね単玉のものが出てきて使えるようになったら、まあ最終的にはまあカメラはR5 に全部移行になってってしまうのかなって気はちょっとしてますね。やはりその4500万画素っていう画素数もあるし、あとはそのレンズそのもののキレの良さっていうのかな、もちろんそのねマーク3だってすごくいいんだけど、やっぱりマーク3で開発されたそのフラッグシップのそのセンサーの良さっていうのをやっぱ R5 はさらにこう継承してるっていうのかな。でまあ、キャノンが本気度を考えた時にやっぱ R5 のねこのレンズの良さっていうのかな、で Mark3 のまあね自分も昔から言い続けてんだけど、もう1800万画素あったらねもう何の問題もないんですよっていう、まあ実際ポスターでも広告でも使ってきてるわけだし、そんな画素数が多い必要はないし、で今回のじゃあ4500万画素になったらもうとにかくパソコンの容量っていうのがどんどん食ってっちゃうのがわかるから、まあ要するにパソコンのこう容量っていうのかな。でこの間あれなんですよ、まあ皆さんはねそういうことあったかどうかわかんないですけど、ライトルームがね動きが鈍くなってしまったわけですよね。それでどうしてこんなに鈍くなっちゃったのかなと思ったところ、パフォーマンスっていうところのまあアドビと相談したらですね、パフォーマンスのとこに印が入ってませんかっていうところで、まあパフォーマンスってとこ外してねオフにするとスムーズにいきますよってことになって、で結果解決ついたんですよ。結局ねまあ Mac の場合っていうのはどんどんこうバージョンアップしていくと、バージョンアップするためにこうなんかソフトにこう使えなかったりっていうことが起きてきたりとか、そういうことが起きるんですよね。でまあ、自分はねこういつもバージョンアップって言うとバージョンアップする癖があるから常にこうバージョンアップしようとするんだけど、あんまりバージョンアップを続けてやっていくのもよしあしだなって感じますよね。やっぱりソフトをやっぱりこう使えなくなってしまうってことが起きるってことですね。まあでもねどっちがいいのか分かんないですけど、まあ一応バージョンはねやっぱりいい方が
いろんな意味でこう改良されてるんだろうなと思いながらもやってるんですけど、その辺とかちょっと僕もよく分かりません。でもまあライトルームもそうやって解決がついてね、またスムーズにこう行くようになったんですけど、まあそこでね結局まあ自分がこうじゃあ前に帰ってみてね、2470でこう20年30年使い慣れてきてると、結局カメラを持った時に違和感なく使えるっていうのがなぜそうなのかって、 50mm って言ったらこの半分しかないですよね。カメラに対してね違和感がなくなった理由っていうのは簡単な話なんですよね。結局この今までのその 50mm だとすると、もうこの外してねフードこんなもんですよね。だって今までだったらこのまあフードをなくして50mm だとするとこの半分ぐらいになっちゃうわけですよね。なんとなくこうキュッと詰まった感じで、なんかそのズームで慣れてるから、このレンズのこの大きさっていうのかな、カメラを持って撮影してるっていう感覚がこのレンズの長さにこう自分の中で染み込んでるっていうのはよく分かったんですよね。小さいレンズをつけると、あ、なんかこう違うなっていうその感覚がこう自分の中で生まれただけのことであって、結局ね短玉を35とか100とかこういろいろこう使ってみると、やはり一番ポートレートに最適で一番使うレンズね、やっぱそれって 50mm なんだなっていうのがちょっと自分では分かってきたんですね。やっぱそう考えた時に、実際このレンズを使ってもう撮影してみると、これの寄り引きだけでほとんどそんな違和感がないんですよね。でやっぱりそこで撮っていたってことですよね。なぜかって2470っていうのをずっと使ってる時に、多分50mm ぐらいのところを、まあ、自然と自分でどこで、まあ、何ミリで撮ってたかなんてあんまり分かんないんだけど、まあ、なんとなくそこを選択して自分で一番画角で気持ちいいところっていうと 50mm ぐらいで人物とのこう対峙するっていうのかな、そういうこう撮影をずっと 20-30 年行ってきて、これが一番こう自分で小気味こうなんていうのか写真が生まれるっていうのかな、まあそうやって考えた時に、まあ当然ね全身っていうとまあワイドレンズになるんだけど、まあ50ではちょっとね難しいとこあるんだけど、でもやっぱそうやって考えたら今後のねやっぱりカメラの撮影する展開っていうのを考えた時に、まあこの RF っていうのがもう自分の中で一番こう親しみ感じるっていうのかな。でいつもこうカメラにレンズをつけて持ち歩くっていうと 50mm のレンズがやっぱり一番多いですね。まあ前回でもね今年最初のやつっての85mm のマクロをつけてね神宮行ってきたね、明治神宮行ったっていうのあるんだけど、やっぱり一番こうなんていうのかな、常用レンズとしてねいつもこう使えるって考えたら 50mm の良さだと思うんですね。で 1.2 っていうレンズの開放感によって後ろをぼかす時にも絞り込む時もこう絞り値を変えるだけでその自分が撮りたいものの選択がしやすいと、それでいてクローズアップも撮れるっていう、その いろんな意味のレンジをこうなんていうのかな、自分の中で撮りたいものがこうカバーできるっていうですかね。まあ動画を撮る時もそうなんですけど、まあそうやって考えた時にね本当に良さがあるかなと。で皆さんはね、まあ、その辺のところどうか分かんないですけど、で自分は、まあ、前回も話したんですけど、その写真家っていうのに対して、まあ、自分でかなりねこう悩んできて、悩んで自分だけですよ、あくまで皆さんは関係ないですよ。自分はね写真家ということを自分でね職業欄のところにね名刺でもそうで肩書きに写真家なんて書くのはねやっぱりちょっと恥ずかしいなってって気がして、まあ、自分があくまでも写真家って言ったらやっぱり土門拳先生だとかね、やっぱああいう偉大な写真家の人、木村伊平先生とか、やっぱりそういう偉大な人たちっていうのをこう考えるから、やっぱりずっとその自分がこう、ね、近づきたいと思いながら、まあ、今の年齢に至ってるわけだけど、まあ、そうやって考えた時に、まあ、
いろんな人のね、まあ、コメントもいただき、いろいろ読んでみて思ったことっていうのは、そうか、自分がなぜ悩んできたのかなって言った時に、自分はやっぱり受託撮影がほとんどメインだったってことですよね。自分で作品を撮ってね、発表して、それによってっていうのは、まあ、ニコジャンっていうのが1冊だけ自分であるんですけど、あとはね、もう400冊のこう写真集っていうのは全部受託、こう、こういう写真集撮ってくださいっていうことの依頼を受けてやったわけだし、表紙もそうですね、女性だ、あの、週刊誌の表紙を撮ることも全部受託撮影だし、結局自分のこう撮りたいっていうか、こういうものをお願いします、ああいうものをお願いしますっていうことに対して答えて、自分がじゃあ作品としてトライしてきたかって言ったらないんですよね。まあ、自分は本当正直言って個展も一度もないしね。で、個展っていうのは、あの、自分がまだね、その新人の頃にね、なんかこう有名になりたい、こう自分で成功したいと思った時に、やっぱり個展をやらなくちゃいけないなっていう気持ちがどっかありながらね、ありながらこう毎日過ごしていたんですけど、まあ、いつの間にか仕事がバーって来るようになって、まあ、いつの間にかっていろいろその試行錯誤はもちろんありましたよ。でもそうやって、まあ、個展を開く間もなく、こう仕事をこうバーってこうたくさん受託撮影でこうね、いろいろこうもらえるようになったので、その間広告だの何だのってたくさんもらえるようになって、まあ今に至るわけですけど、まあ、そうやって考えた時にね、まあ、今後のことをまあ考えたら、やはり自分でね、まあ、作品集っていうのをまず作らなくちゃいけない。で、そのためにもね、こうなんか何を撮るかっていうことを自分で自問自答しながら、こうね、まあ、今に至っていろんなものを撮るようになる時に、まあ、こういうコロナのことが起こってしまったわけですよね。まあ、それは言い訳にはならないんですけど、まあ、その間にもね、自分でこう撮りたいものもありながら、なおかつ、まあ、受託撮影もずっとこう続いてね、仕事としてこう、まあ、ありがたくこうね、あるわけだけど、まあ、だからその撮影をこう連続してやっていける中に、YouTube っていうのを、まあ、ちょっとね、家内が YouTube なんかやってみたら面白いんじゃないっていうことで、まあ、飛び込んだ世界でもあるんですけど、まあ、皆さんとね、こうやっていろんなコメント欄とかね、そういうので、まあ、つながっていくときにすごく自分も勉強になるし、やっぱりね、今後の、まあ、自分がね、今までやってきた経験ということをね、皆さんにいろいろこう、まあ、少しでもね、こう話することによってお役に立てればっていうふうに思ってるんですね。で、今回のだからその動画も、まあ、少しね、教会、石の教会っていうところで、なんか神秘的なものの中に、なんか自分でもこう見ていて、何かこう、まあ、神にすがるってことはまあないと思うんですけど、でもね、どこかやっぱりそういう意識っていうのはあるから、やはりね、それをね、まあ、少しでもね、こう見ていただいて、まあ、ちょっとね、心の安らぎでもちょっとこう、まあ、どっか片隅でもこうちょっとね、こう、あの、映像からね、感じ取っていただけたらと思って今回の動画にしました。で、またね、次にいろんな話をしていきたいと思うんですけど、まあ、自分もね、プロで仕事をしてきてるから、本来はですよ、本来はもっとこう自分が今までこうたくさんこう蓄積してきた技術的なこと、ライティングのこと、いろんなこと、細かいこと言ったら、ものすごい蓄積のもとに自分があるってことは、これは間違いないんですけど、テクニックとかいろんな意味においては、それはね、それぞれのカメラマンの人ってのは全部蓄えて、まあ、みんな持ってるわけですよね。まあ、これが最終的なその人の、まあ、なんていうの、感性プラスその技術の積み重ねっていうものが、プロとしてこう、まあ、ちゃんとこう継続できるっていうのかな、そういう気がしてるんですよね。で、自分はやっぱりそのカメラマンでやっていく上においてね、一時はパッとこう出て仕事をできてバッていける気持ちもあるんだけど、やはりね、輪ゴム理論と一緒で、継続していかなきゃいけないと思うんですよ。常にこう仕事にこう携わっていけないと、一時パッと出てきてもいなくなってしまう。ちょっとした仕事があるから、これで食っていけるんだと思うんだけど、やはりね、自分はまあこういう出版の仕事してきたけど、よくわかるんですけど、
まずその出版の中でレギュラーを獲得するってことですよね。まあ連載を持つっていうのかな、まあ、作家でいけば連載がこうあることによって、まあ、その人のこうなんていうの確率がすごく 高い位置にこう高めることができる。だからその写真でもそのまあ連載って言われるような感じのものをこう常に確保できるっていうのかな。なかなかこういう時だから難しいと思うんですけど、皆さんはねやっぱそこをあの目指してね、あのやっぱり1回の撮影っていうのは前にも話したように1回の撮影良かったですねっていう翌日からも来ないっていうのがこの業界なんですね。なぜかったらもうそんなもうなりたい人なんかいくらでもいるわけで、そのまあ選ぶ方はねそのまあギャラの問題もいろいろあると思うんだけど、もう選ぶ方はもう選び放題でね、もういくらでもいるってことですね、はっきり言えばね。でまあそうやって考えた時に常に、まあ、野村誠一にお願いしたいとか誰々にお願いしたいっていうそのカメラマンの人の名前がまず最初に浮かぶようなこうやっぱりプロカメラマンになってほしいと思うんですね。皆さんもねその常にこう売り込まなきゃいけない仕事が来ないんじゃなくて、なんか撮影があるためにあやっぱり野村にお願いしようとか誰々さんにお願いしようっていうような、そうなってこないとやっぱこの50年間っていうのかな仕事に継続できないっていうかね、そのだからそこはもう常にまあ低姿勢でいて、仕事はもう高姿勢っていうかね、仕事になったら強いこうなんていうのかな、その表現力を求められるんであって、まあそこをね皆さんもより多く考えていただいてね、そのプロカメラマンでこれからやっていくっていうことにおいてはね、このコロナのこのことっていうのはね、まあ自分もそうだし、もう今生きてる方が初めて経験することなのでね、今後社会情勢だってどうなるか本当わかんないですよ。どういうふうな方向に向いていくかなんて誰も想像できないと思うんですよね。でやっぱりその職業そのものだってもしかしたら全てなくなっちゃうのかもしれないし、また新しいね映像作家としての、まあ、生まれてくるのかもしれないです。これちょっと何とも言えません。まあそこでね、まあそういうふうにしてまず、まあ、自分が言ってるように昔から言ってるようにまず生き残ること、まず残っていけることをまあ第一目標にして、まあ残りのね自分もプロカメラマンとしてあのやっていくのにはまず、まあ、自分は考えてるのはこれからは作家活動っていうかね、自分の作家としてどういう写真を撮ってどうやって発表していくかってことにも全てはかかってると思って、まあ、今行動し始めたわけですけど、まあその間にね、まあ、自宅撮影をしながら、まあ、それもまあありがたいことではあるんですけど、皆さんもね同じようにねこう考えてこう常にね仕事ってっていうことをこう考えるためには技術っていうのをどんどん積み上げていかないと、ね、いくらカメラが自動になってオートになって撮りやすくなったからといってもやはりその人の持ってるその人だけしか持っていない技術的なこう表現っていうかね、こういう形でやっていくっていうのはみんな持ってるわけですよね。でそれって簡単にみんな話さないんですよ。なぜかって言ったらみんなそこで苦労してきてるわけだから、じゃあ野球選手がこういうふうにしたら球がこういうふうになるんだなんてこと言わないでしょ。やっぱりそれはだってその人たち生き残るためにそのやっぱりそこでどこでこうなってるかっていうのはそれはもう誰も教えないわけだから、あのダルビッシュがねなんかあのインタビューに答えててね、あの YouTube でもいろいろこうそういうことを話してるっていうんですけど、まあそのね自分ほどねその変化球に対してその考えてるあの選手はいないんだとっていう話なんですけど、まあ自分もねそうやって考えた時にね写真のことっていうかいろんなことをこう考えてきたからね、自分の野村ライトにしても女性をきれいに撮るについてもとにかくこうきれいに撮りたいっていう意識はもうすごく強いんですよ。まあ自分はねこう自分がこうね前にも話したと思うんだけど、自分がこうやって生まれてきたから自分だってかっこよくなりたいわけですよ、ね、でもやっぱり自分をじゃあかっこよく撮る人ったら野村誠一しかいないと思ってるし、自分はね自分をかっこよく撮れるって言ったら、
でもそういう風に撮られたいと思ってる人は綺麗な人でもより以上にって、富士フィルムじゃないですけど、そういうねことってのは誰しもが持ってることなんですよね。でやはりその毎日とにかく綺麗に撮ること、うまい写真を撮ること、いい写真を撮ることって毎日考えてないと絶対向上していかないんですよ。やっぱりその自分のレベルアップを図るためには常にここを意識してないとレベルアップなんか絶対できないですよね。ただカメラをね撮って1日何枚シャッター切ったから上手くなるってことじゃないんですよ。どうしたら上手くなったり、どうしたら綺麗な写真が撮れるか、どうしたら自分の考えてる以上のものが撮れるようになるかっていうのは、もうこれはもう頭で考えなきゃダメなんですよ。カメラでね1日ね何回シャッター切ったから上手くなるんじゃないですよ。だってボールだってそうじゃないですか。ね、毎日ゴルフだって毎日じゃあプロゴルファーだって1日1000球打って1000球打っても一流になれない人はなれないわけですよね。やっぱりその優勝できる人っていうのは、じゃあ1000球打ったからいいとか2000球打ったから負けないんだとかっていう意識っていうのは、その人の中の精神的な自信だと思うんですよ自分はね。で結局最終的にはそのインパクトのゴルフだったら、インパクトの瞬間じゃどうすれば球がこういう微妙な動きが出るかっていうのはもうその人の感性だと思うんですよね。で皆さんはね、そのいろんな YouTube を見てね、こうだああだかだっていろんなことのこう研究もいっぱいなさってると思うんだけど、やっぱり自分は大事なことはダルビッシュみたいにね、毎日変化球のことを考える。だから皆さんは毎日写真のことを考える。寝ても覚めても写真のことを考えて、寝ても覚めてもカメラを持って意識を、そういう意識を持つってことは、やはり自分はとっても大事なことなんじゃないかなと思いますね。またね、今年はね、またいろんな話をしていきたいと思うんですけど、よりね、より高みに行くためには、やはりただシャッターなんか切ってたってダメです。もうだってオートフォーカスでただ撮ってるんじゃってそれはダメですよ。見て自分が表現したいものは何かがわからない限り、写真なんていいのなんて絶対生まれないと思うんですよ。だからそのそこの意識っていうのをもっと持って、皆さんもね、まあそういう意識っていうのを確立することによって、今年はもっとこう素晴らしい写真を撮ってもらいたいと思うんですね。またね、いろんな話をしていきたいと思うんですけど、またね、皆さんもコロナの、ね、感染だけは本当に避けていただいて、まあこればっかりはね、どうしたら避けられるのかって本当正直わかんないですけど、まあとにかく、まあ、本当に言われているように出歩かないことを、人になるべく会うのが少なければその感染の確率は低くなることは確かなので、まあそれだけはね、あの皆さんもご注意して、まあよりこうなんていうのかな、楽しいこう写真を撮る、あの作品を撮るっていうことに対してね、もうもっとこう前向きになってもらえたら、今年はねより高みのこうところのこう作品が出る、そういうこう年になると思いますので、今年もまたね、よろしくお願いします。またねチャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。